ではお次ですね、ボーディングの基礎練をやっていきたいと思います。まず基礎練、はい、スタート位置ここです。こうした時に手首と肘と肩が、この3点がまっすぐ一直線になるように。でさっきやった基本姿勢ですね、お尻を後ろ突き出して肩を後ろに引いて下げる。で肘はちょっと上げるような感じでこのポジションを作ります。では最初に腕を動かすときに、注意ポイントですね、手首は基本的に90度を意識します。手首が硬い人はこうストレッチをしてだんだん柔らかくしてください。はい、まあ、90度を作ったんですね。手を動かすときに、手首から動かします。前に体側を出していくんですけども、こういきなりこうじゃなくて手首から出します。でこう前に出したときに手が肩幅に、狭すぎず広すぎず肩幅に広さで出します。でここから戻っていくんですけど、その時にも手首がまず先行して戻ります。手首をまず自分の方向に向けてまっすぐ水平に戻します。でここまで来たら最初の位置に戻します。もう一回前に出します。手首から行って手首から戻る、手首から行って、でこの時ですね、肘を最後までこう途中でやめないで最後までカツンと伸ばします。であんまり力はいらないので自然にカツンピタッっていう感じですね。じゃあ次横に出します。横に出す時も手首が先行して、動くので、まず手首を外側に向けます。でそのままポンと、で横に出した時に、手のひらが肩よりも後ろに来るようにします。こう真横ではなくてちょっと後ろ、ちょっと後ろに引くように出します。で戻る時も手首をまず自分の方に向けて、この時って、肘が下がらないようにまっすぐで下っていう感じですね。はい、もう一回いきます。手首を外側に向けてガン、この時そう肩よりも手が後ろに来ます。で肘を下げないようにまっすぐ下、はい、これが横の出し方です。じゃあ次上に行きます。手首をこの90度の形のまんま、まず肘をまっすぐ上に上げます。でこの時に、後ろで手がこうクロスするようになってるんですけど、ここから、この二の腕はこのままで、肘から先だけがよきっていう感じで伸びていきます。で上に行っても手首は90度、これ忘れないでください。で戻すときはまず手をまっすぐにして、そのまままっすぐ下にシトンこうです。もう一回いきます。肘を上げて 手がクロスしたら肘だけ、肘から先がニョキッで、まあ、下にシトンで、注意点がこうしたときに二の腕が耳より後ろに来るように、これも前すぎず後ろですね、後ろに目に出してください。でこう伸ばした時になるべく肘が曲がらないようにまっすぐ伸ばします。で戻す時、手をまっすぐにして下に下がった時に肘が落ちないように、肘は気持ち上げ目で止めます。上にニョキ、まっすぐシトン、ニョキ、シトン、こういう感じです。はい、それでは実際にビートに乗せてやっていきたいと思います。じゃあまず、スタート位置ここですね。ではゆっくりまず4カウントかけていきたいと思います。ではいきます。5
5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6 7 8 1 2
肘をしっかり伸ばして止めます。2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、したらじゃあちょっと早く2カウントでいきます。じゃあいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、速くなってもしっかり止めます。ピタッ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 、はい、ワンカウントでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、速くなっても一回一回きちんと止めます。ピタッ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 。